ANA は想定を超える利益これは一体こんばんはふくりでふえるです今回のテーマは ANA の株価予想ですぜひ最後まで見てください目次です一、企業分析二、決算分析三、株価予想この順で動画を進めていきますまずは ANA の企業分析から ANA は航空会社大手世界最大規模の航空連合スターアライアンスに加盟し国内外で旅客や貨物の輸送サービスを手掛けています中核事業子会社の全日本空輸のほか格安航空会社の LCC 事業を手掛けるビーチアビエーションなどを傘下に抱えています航空事業に加え航空関連 旅行・商社の各事業を展開航空関連事業では空港における各種サービスの提供や電話による予約案内航空機の整備といった業務を手掛けています旅行事業は航空券などを組み込んだ旅行商品の企画販売を展開商社事業では航空関連資材の輸出入や店舗通信販売などを手掛けています そしてこちらが23年3月期の売上高の構成比です。航空事業が実に7割以上を占め、その他では航空関連事業が12％、旅行事業が4％、小車事業が5％となっています。ANA ホールディングスは10月31日に第二四半期決算を発表。 24年3月期の第2四半期累計の連結形状利益は前の期の同じ時に比べてなんと4.2倍の1273億円に急拡大し通期計画の1150億円に対する進捗率が110.7%とすでに上回りさらに5年間の平均の76.7%も超えました。 業績絶好調この理由とは23年上期に対して4.2倍の利益を出した今回の決算上期としては実に6年ぶりとなる最高益ですこの絶好調の理由を一つずつひもいていきますまずは ANA を支える屋台骨利益率が特に高い国際旅客事業です この国際旅客事業で最も大事なのがイールドイールドとは1人 1km の移動当たりの売上高を示す指標で国際線におけるこのイールドが全期費プラス17%と強含み売上増に大きく貢献しました次に国内旅客ですこちらは6月の搭乗分から一部の運賃で値上げしたことが寄与しています 6月登場分から値上げということは79月の第二四半期はそのまま値上げ適用分が乗る四半期となるため第二四半期の単価は前年比でプラスに転じました ANA の業績は国際旅客国内旅客が利益を左右するためこの2つの売上が伸びるとそれだけ利益幅も大きくなりますこれだけ絶好調なら 情報修正があっても良かったのに、業績は据え置きとされています。その理由は、実は10月から3月の下期に3つの懸念点があるためです。実は下期には、原油指標の上昇やリソースの確保に向けた対応、エアバス機の稼働減といった3つの特殊要因で、 400億円の収支影響を見込んでいますつまり現時点ですでに400億円のマイナスの可能性が示唆されているということこういった状況から営業利益で通期予想の93%をすでに達成しているにもかかわらず情報修正は見送られていますただ株主にとっては嬉しいニュースもありました 今年度の利益目標の達成角度が高まったことを踏まえ、ゴキブリの副配を判断。1株当たり30円を予定しています。では続いて、ANA の決算分析です。現時点での ANA、配当利回りは、配当利回りとは、現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか、 日本株平均2.3%以上を高配当株と判断した場合 ANA の現在の配当利回りは0.96%こちらは過去からの配当の推移を表したグラフですコロナ後実にゴキブリの副配となり24年3月期は1株当たり30円の配当を予定しています続いて PER 株価収益率です株価が1株当たり利益の何倍になっているかの指標ですコロナ前5年間の日本株平均16.6倍以下を割安と判断 ANA の現在の PER は18.4倍です続いて PBR 株価純資産倍率です株価が1株当たり純資産の何倍になっているかの指標コロナ前5年間の日本株平均 1.25倍以上を株式市場がのれん、んブランド価値を高く評価している優良企業と判断します。ANA の p b r は1.47倍です。続いて売上成長率、直近5年間で年何パーセント福利で売上が伸びているか、4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。 ANA の過去5年間の売上成長率はマイナス2.8％。続いて営業利益率です。直近の年間決算の実績で売上に対して営業利益は何パーセントだったか。7.2％以上であれば日本株の平均以上と判断します。ANA の23年3月期の営業利益率は7.03％。 次に営業利益の成長率直近5年間で年何営業利益が伸びているか4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します ANA の営業利益の成長率は過去5年間でマイナス6.1%続いて生産性です従業員1人当たりの営業利益はいくらだったか 300万円以上であれば、日本株の平均以上と判断します。ANA の23年3月期の生産性は、1人当たり296万円。最後に ROE、自己資本利益率です。企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか、企業の所有者である株主にとって利回りにあたる指標です。10.6%以上を平均とすると、 ANA は10.8%続いて ANA のチャート分析ですこちらは2023年1月以降の株価の推移を表していますこれを見ると特に春から夏にかけてインバウンドへの期待が高まりそれと同時に株価も大幅に上昇しました こちらは少し長い週足のチャートですコロナショック後、一時株価2000円を切るかという水準まで下げたのですがそれから3年が経過し、需要はほぼ回復業績は過去最高へと徐々に接近していますただ、コロナ時に大幅な増収を行ったことで人株利益 EPS は2019年と比べてもまだ半分以下 EPS から見る株価水準としてはコロナ前の高値を更新するにはまだ道半ばといえそうですでは長期はというと長期的な株価は2000円から4000円の間でジグザグしていますここまでを一旦まとめると直近の株価はインバウンド期待から株価が上昇長期的には 2000円から4000円の間でジグザグしていますコロナ前の高値更新にはまだ道半ばと言えそうです株主にとって嬉しいニュース5年ぶりの副配を発表し24年3月期は1株当たり30円の配当を予定していますということで ANA の株価予想です増えるの個人的な株価予想は3124円から 3,400円まで上がると予想します以上です高評価・チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたしますコメント欄にてぜひあなたのご意見もお聞かせください最後まで動画をご視聴いただき感謝していますいつも本当にありがとうございます幸運を